アリングさんも今年、まあ、去年に続きから出してるんで、いつもお世話になってるんで、近藤さん行って、あとはちょっといっぱいレースクイーンみたいなキャンギャルがいるんで撮っていきたいと思います。いるんじゃない、レース期間が終わるまで。はい、近藤エンジニアリングさん来ました。ちょっとデモカーから見ていきましょうか。リップは同じやつですね。でカナード近藤さんとこの2段赤黒でかっこいいっすね。でこの ZE40 もオリジナルサイズなんですよね、近藤さんとこの。かっこいいっすね。でブレーキダクトにクーリングダクトにあとボンネットね、鉢巻きも貼ってあって、お、これあれだな、選べるやつじゃん、チタンのやつと GT ウィングもカーボントランクとでフルチタンマフラー。あ、これ2本出しのやつだ。あ、反対側チタンのやつだ。で、BRZ かもう確かデモカーで入ったんで、ホイールも、わ、このマットのやついいな、マットブラック、これめちゃくちゃいいっすね。ブラックめちゃくちゃいいな。白もいいんだけどな。でサイズが 9.5 の35、いいね、フェイス4だからね、特注オリジナルサイズで。いいな、ウルタネーター欲しいんだよな。フルチタンマフラー、1410mm タイプと 1600mm。 フルチタンって考えたらでも安いよね。もう DRL だからもう間違いないっすね。やりたいんだよ。
に多分俺一等当たるぜ。1000円500円やる？1000円と500円あるんですけど、どっちしますか？もう1000円で。1000円でありがとうございます。なんかその特賞当ててよ。いや、特賞しか当てるつもりない。あ、それでも日曜限定だ。あんまいられない。あれなんですよ、14日しかないんです。14日。あ、当たってこなきゃダメ。もう一回来て。じゃあ1等で。1等狙ってきましょう。じゃあ1000円で。ありがとうございます。こっち1等。1回ぐらいだ。ありがとうございます。青、4等ですね。4等これです。ありがとうございます。ありがとうございます。結構かっこいい。かっこいいですよ、はい、でもどこに貼ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。この羽どこのなんだね。カトラレいいね、気になる。あとやっぱ僕これつけたいっすね。もうあのこの時期ね、給油の時間長いと寒いんでね、早く給油終えたいんですよ。確かにこれつけたいですね。あとはこれはお世話になりたくない。しかもこれどこについてる？これ あっちじゃないんだ。これ2分間。これなんだろうね、これ。こっちから撮ってる。ウィング欲しいですね。ウィング欲しいよね。ウィング欲しいね。これ富士何秒なんだろうね。53秒ぐらいか。このカーボン地が、うん、あのバーブルがなっちゃう。保護フィルム貼ってないとこの状態なんだよね。あ、そうなんだ。ファーストエディションがなんかこの状態で売ってんだよ。へぇ、保護フィルム貼ろう。ドアミラーとか純正なんだね。確かに。窓こうやって止めてんだね。窓止め方が外からどうなってんのかな。枠が別にあってそこにねじってんのかな、うん、これ開くしね、スッて開いた方がいいよ。これも真似しようかな。ドライブスルと、はい、ビッツが一緒に走ってたりするぐらいの、そのぐらいの差がある。下手したら富士で100キロぐらい差つくんじゃないですか、っていうのが60台ぐらいでしたっけ、エントリー。そうです、そうそう、数もね、数が大好き、はい。
2回でクイックペイでいいですか？1000円ですね。これはね、当初みたいなの出たのかな。なんかお願いいたします。もっと出たんですよ。上の方出てないですけど、まあ、多分当たるのこれ。アシスタの車庫帳欲しいね。よいしょ。からのこれ何だ、これこれ聞いちゃうやつ。よいしょ。ナイスステッカーとカレンダーですね。8と9と、はい、大丈夫です。了解です。あ、車庫帳はありがとうございます。お、出ない。白からのよいしょ。カンクと一緒じゃん。日頃も行いだよ、これですね。ありがとう。これいいな。しかも見て、EJ ブロンズだって。20？ うん。ね、え、多分この色追加されたかったと思う。あ、この色なんだ。いいな。これ欲しいんだけど。え、この時代の。おお、マジ。え、売ってんの。懐かしいよ、これ。連想サーブ。珍しいね、その時代の。この時代のやつ欲しい。波が、波が、そうです。これ実はオプションで、あ、そうか。ツヤ出しだ。オプションでツヤ消しのこの塗装仕様を選べる。結構ファーストエディションのあれが。でマフラー系がでかくなったりとかして、タービンは変わってないんですよ。なので、制御で下級圧を上げてます。で、そのパワーアップ の爆発に耐えれるようにピストンの材質を変えたりとか、あと排気のバルブスプリングを変えたりってことをしてます。そうです。今はまあそういう単純なもんじゃないそうですね、まあ正直に言うと例えばちょっと書き換えして一発走ってじゃあ300馬力出して即壊れるかっていうとそういうことではないです、はい、ただ一応我々その例えばお客さんがちょっと粗悪なガソリンを入れちゃったとか、あとそのすんごい高地で空気が薄いところだとかっていうのも含めて開発をしているので、なるほど、まあ、そこまで見ようとするとやっぱちょっとそのピストンの材質が基準満たないよねとかだったりするので、
まあ、単純に言うと限界上がってそういうあれなんだよね。そうすごいですね。やっぱ飾りもこだった方がいいですかね。ですね、ECU 側であれだよ、制御してくれるのか、入っちゃう。そうですね、ですよね。最近やっぱフェール政府は結構優秀なので、やっぱりいいガソリンを入れた方がいい、ね、やっぱそういうのだと性能は確実にいいガソリン入れれば、そうですね、まあ、最大限、はい、今ある持ってるのは、はい、なるほど。そうですね、まあそうですね、ガソリンちょっと僕もあんまり詳しくないですけど、ネット見ていくといろいろ書かれてますよね。実は億単価だとかありますよね。なんかあのおしっこ検査みたいにコップに入れて黄色さが違うみたいな、やっぱり言いますよね。そういうのって正直やっぱりメーカーの人しか分かんない部分があるだろう。メーカーの人ってどう考えてるのかなって、ね、一番知りたいですよね。やっぱ車壊したくないですよね、やっぱり、ね、そうですよね。僕もまあサーキットで遊ぶんで、はい、はい、てかもうサーキットで遊ぶためにやりつかったんで、登録いただけると、そうじゃない、せっかく作ってくれたけど、汚いんで。やっぱりそうやって使っていただいている方からのフィードバックとかをすごく我々も見させていただいてて、X、Twitter とかも時々ちょっと調べて、こんな不具合出てるぞとか。僕の車の検体出していいんで、新しいやつに変えてもらってもいいですか。ちょっとそれは実験でね。実験で。そうだ、絶対もっと過酷だから。まあね、相当いろんな条件を踏まえての開発だろうからね。じゃあ勉強になりました。ありがとうございます。あれはオプション、あっちはオプションパーツ。そうですね。佐々木さんがプロデュースしたエアロのコンセプト。まだちょっと発売とかは決まってない。はい。すでにローダウンしちゃってます。ああ、すみません。なるほど。ありがとうございます。あっち MT になってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これオンにはなんないのか。オンにはなんないんじゃない。さっきオンになってたけどね。なってたよね。あ、そういうこと？そっちがここだ。GR の。キーが見つかりません。ちょっとだけ。あ、いいですいいです。すみません。ちょっとスイッチをさせてください。はい。お、はい、ありがとうございます。はい。すごいオートマだよ。なんかシートも変わったこれ。いや、わかんないな、俺すぐ変えちゃったから。あ、ただハザードの位置が4点ベルトをすると遠い。遠いよね。インタークーラーウォータースプレーのスイッチがこれ遠い。あ、ステアリングでやりたい。やっぱ、まあそうだよね、サーキットユーザーはね。このやっぱ6点式で締めるとさ、パネル類がね変わって短いからよ。確かにベルトをするの俺はギリギリ届く。シートが前だ。としてはインタークーラーウォータースプレーのスイッチが遠いっす。ああ、そうですね。6点やると、はいはい、ちょっと上には上げさせてもらったんです。あ、そうなんです、ね、実は。ああ、なるほどね。やっぱりですね、皆さんそれ、あの、声届いてまして、ここまで遠い、はい、もともとここにあったんで。あ、そうかそうか。今回こっちに、ね、ここまあ、いくらかいいのか。はい、僕の身長だとギリギリ届くんですけど、足の長い人だと遠いと思います。ああ、そうですね。こうやってベルトしちゃうと届かないもんね。そうです、俺は届くときに。ハザード、まあ、ハザードはあんま使わないけど、演出したりとかされてるのを見て、ね、それもちょっとここに持ってきて。そっか、近くなったの。そうですね。だからアイドリングストップが IMT の場所だったらね、うん、あそこら辺が結構いい、ね、うん、そうです。ほんと何でも言って、何でもって言ってあれですけど、いろいろ言っていただいたことが僕らのその次のタスクになってくるので、はい、やらなきゃなっていうところが言っていただければ。ああ、なんかあるかな。ハッシュタグで。
Thank you.